皆様こんにちは。住友不動産の山口です。今回はシティタワー天王寺近くのアベノハルカスのご紹介をさせていただきます。こちらがシティタワー天王寺から徒歩6分のアベノハルカスです。もともとは地上7階建ての近鉄百貨店でしたが、2014年に日本一高い地上300メートルのアベノハルカスとなりました。16階と60階には展望台がありますので、それぞれの眺望を確かめに行きましょう。こちらのエレベーターで2階から16階へ向かいます。しばらく外の景色を眺めてみましょう。正面には建設中のシティタワー天王寺がよく見えます。地上80メートルの16階庭園へ到着です。こちらは無料の展望台となっていて、自由に中を歩くことができます。北側には住友不動産が手掛けたマンションが並びます。シティタワー天王寺ザ・天王寺レジデンスガーデン&ビスターセントラルレジデンス天王寺シティタワーを見ることができます。東側にはシティタワーグラン天王寺と生駒山も見ることができます。60階の展望台へは有料となりますので、チケットカウンターにて入場券をお買い求めください。ゲート奥のシャトルエレベーターで一気に60階へ向かいましょう。60階の展望台へ到着しました。ここは地上288メートルの高さ、東西南北に足元から天井までガラス張りの屋内回廊です。見える眺望は大阪が一望できる圧巻の一言です。まるで空中を散歩しているような感覚で驚きの空間となります。皆様も一度ここを歩いてみてくださいね。こちらは58階の天空庭園です。外気を感じることができる屋外広場でくつろぎながら景色を楽しめる癒しの空間となります。まるで空島に住んでいるようですね。ご家族や仲間と一緒に楽しめるバーベキューができる特等席です。皆様、シティタワー天王寺近くのアベノハルカスはいかがでしたでしょうか。ここアベノハルカスは大阪一番のランドマークと言えるのではないでしょうか。ハルカスとは晴れ晴れとさせるを意味する古語です。地上300メートル近くから見る景色はまさに晴れ晴れとした気分が味わえます。本日は YouTube 動画をご覧いただき誠にありがとうございました。総合マンションギャラリー天王寺館ではその他にもシティタワー天王寺の魅力をご紹介しております。ぜひ一度ご見学ください。皆様のご参加心よりお待ちしております。